岩手県は本州の北東部に位置しまして東西は120キロ南北が190キロと縦に長い楕円形の形をしていますその広さは北海道に次いで2番目で、日本の面積の約4%を占めています岩手県の内陸区については大部分が山岳地帯になっておりまして西側が奥羽山脈 それに並行して北上山地がありますそして内陸の中部から南部にかけてその山系に挟まれるように北上川が流れておりましてその流域に平野が広がっています。 で、県北部はマベチ川沿いに丘陵地がありましてまあ、いずれにしても、えー、冬は寒さが厳しく夏は暑いという内陸性の気候を示しています果樹類の多くはその平野部とマベチ川沿いの丘陵地に多く栽培されています岩手県では広大な土地資源や冷涼な気温の日角差を利用しまして 各地域の持つ立地条件を最大限に生かしたりんごでは全国一の福及率を誇るワイカ栽培による省力・高品質な生産ブドウではシャインマスカットなど消費者ニーズの高い品種への転換を進めてきましたまたま地域の特性を生かした。 桃梨ブルーーベリーの導入を図っています。あの木はコンパクトであの非常に作業はしやすいんですけれどもあの目に見えない根っこっていうのはそんなに張っていないっていうのがこのワイ化栽培の特徴ですなので、えー、あの台風が来たりとかしますとどうしても強い風で木が倒れる場合があります、えー、そののために、あの徹底のこういう しっかりした支柱を立てて、あの木に結びつけて、あの大きな風が吹いたときに倒れないようにするっていうのがこの支柱の役割ということになります。令和三年なんですけれども、3月の記録的な高温により県内のリンゴの生育は平年と比べて10日以上も早まりました。これによって4月早々にはリンゴの生育段階が 低温に弱い天陽期というところまで達しまして4月11日、15日の朝の抗争によって被害を受けて被害額10億円を超えるような大きな気象災害になってしまいましたリンゴだけではなく県北部で栽培されている黄桃や県南部の日本梨についても被害が見られています2000年以前に大発生していたリンゴの黒ほぶし病 黒星病は効果の高い薬剤の開発により、2000年以降ほとんど見られなくなりましたが、2015年頃から再び確認されるようになり、県中北部を中心に再流行しています。この再流行の原因は、気象の上昇による感染の早期化というふうに考えられています。黒星病は、リンゴの早果実に病斑を形成する病害で、 多発するととと出荷ができきななななくなり農家にとって大きなダメージとなります。で、この、えー、と30年ぶりにこの黒星病が問題になったわけですけれどもその原因について、えー、と農業研究センターの方でさまざまな調査研究を行いましたところこの、えー、と黒星病の発生というのがですね、えー、と従来よりも早い時期に、えーと 病原体がこのリンゴの果実リンゴに早くから感染が行われるように変わってしまったということが、今回明らかになりました。で、そこでそれに対応するために、従来、そこの病気の防除時期は開花直前といいまして、花が咲く。 直前にです、ね、効果の高い薬剤を散布するということが古くからずっと行われてきたわけですけれども今回このそれよりもです、ね、1週間以上早く感染が起きているというような事実が判明したことからです、ね、開花7から10日前という時期にも追加で防除を行うというような対策を岩手県では講じることにしまして。 で、えっ、ー、と現場で防除指導を行ってございます。で、えっ、ー、とその成果につきましては、えー、今年からですね、徐々に現れてございまして、えっ、ー、と発生面積も減少に向かっているというような状況になってございます。温暖化と申します気候変動の中ではやっぱり盗草害っていうのがうちの県の中では一番大きな影響なのかなというふうに思っているんですけれども、あのそのほかにもやっぱり夏季の高温というのも一つの大きな あの要因になってまし火器の高温によりまして一つは日焼け下の発生ということでリンゴを中心にお話しさせていただきますけれどもどうしてもリンゴが日焼け日の当たる方向にの面が向いているとずっと長時間同じ場所が日当たりするわけですのでどうしても気温が高くなると日焼け表面温度が高くなって日焼けが発生してしまうと。 で軽い日焼け程度であればあの着色がすればごまかせるパターンはあるんですがやっぱり重度の日焼けになってきますとそこからあの腐ってくるんですよね日焼けした場面が。で日焼けした場面が腐ってしまうともう、えー、商品価値がないということでその分農家さんの収入が減ってしまうということになりましてやはり火気口によるその日焼けの影響というのはもう最近非常にあの懸念される状況下にあります。とそれともう一つ大きな心配はえっ、ー、と 品質への影響とということで夏の高温であったりとかまた、まあ、通常リンゴの場合は収穫期は秋なんですけれども収穫間際高温で推移いたしますとあのリンゴの着色の方に影響が出てままいりますでリンゴの着色というのは気温が低ければ低いほど色はよく赤くつきますのであの近年その9月の気温が非常に高い状態が続いておりますのでその影響からかリンゴの着色が遅れるあるいはあの薄い着色で終わってしまうというケースが 近年非常に目立っってててきているかなと思っておりますで加えてあの果実の品質につきましてもあの気温が高いと糖度甘さ自体はあの高くなる傾向はあるんですけれども、えー、その分あの酸度いわゆる酸味ですね酸味というのがやっぱり薄れてしまってただただ 甘いだけの味になってしまいますし食感についてもどうしても果実自体が柔らかくなる傾向がありますのであとは水分もどうしても気温が高いことによって失われがちになってしまいますのでジューシーさも失われてしまうということでそのやっぱりえと夏から秋の高温にかけてそのリンゴの果実品質への影響っても大きく今懸念されているところであります。 これらに対しまして、じゃああのうちの県ではどのようなことをやっているかという話になるわけですけれども、あと一つ目といたしましては、これらあの気象変動に対応した安定生産が可能な新しいリンゴ品種の育成というのを一つあの考えて取り組んでおります。で、これは先ほども言いましたけれども、あの気温が高いと色はつきづらくなる。 のが今の品種になりますのでじゃあ気温が高くても色がつくような品種ができればあの温,暖化の適用温暖化に適用するあの品種で、えー、生産者の所得確保につながるんじゃないかと。 いうふうなことで、えー、現在、あの、まあ、当然ながら、あのリンゴの甘さであったりとか、食感であったりっていうのは、重要な要素ではあるんですけれども、まあ、それにプラスアルファする形で、着色が非常に着色が高温条件下でも着色するようなリンゴの品種の選抜というのを取り組んでおります。あの日焼け化の対策につきましても、現在取り組んでおりまして、あのリンゴの日焼け化対策としては、あの。 水と酸水して畑を冷やして日焼けを防止するといった方法やあの袋をかけて直射日光を避けて日焼けを避けるという方法とあの他県ではやられておりますでうちの県でもその一つはあの袋をかけて直射日光を避けて日焼け箇を防止するというふうな試験もやっておりますしそのほかにもあの危ない と思われる前にですねやっぱりりんごの方にそういう特殊な資材あの日焼けを防止するような資材を散布して日焼け下の発生が軽減できないかといったような取り組みの試験も現在進めているところであります。例えばりんごの場合については先ほど品種育成という話はしたんですけれどもあのいろんな県でいろんな品種作ってる それらいろんな品種の中では例えば岩手県に合う品種合わない品種っていうのもたくさんあるかと思いますのでそれらのいろいろある品種がじゃあ岩手県に合うかさらに言うと今後の岩手県の気象変動に対して合うような品種はあるかどうかというあたりもですねあの合わせて見ていきながら今後継続的に岩手県がりんご産地として維持発展できるようにですね試験研究としてお手伝いしていければなというふうに思っております。 100年度の春岩手県内全域的に甚大な被害の闘争害が発生したところですけれどもあのその要因としては3月やっぱり記録的な高温で経過したということでリンゴの生育が大幅に促進されて4月に気温が下がって闘争害が発生したというふうな状況になっております。一般的に4月 ぐらいでありましたら氷点下2度を下回るとリンゴの場合は塗装害が発生するというふうに言われておりましてで昨年度の場合は4月に2回から3回程度氷点下2度を下回るような低温が見られたということで塗装害が発生したという経緯があります状況といたしましてはあの、まあ、品種によって異なるんですけれども咲いた花の8割以上が被害を受けた りんごの被害というのはあの花の中に雌しべと雄しべがあるんですけれどもりんごの花の雌、えー、しべまたはあ特に雌しべですね雌しべがあの脂肪でかでぺ変して焼かれてしまって、えー、花が咲いた時点ではもう雌しべが存在しないといった花が咲いたりとかそもそもあの糖尊害の影響で花自体が咲かないといったような被害が発生いたしまして。 あのひどいとところだとやっぱり8割以上の花に被害が発生した地域もありますそういたしますとあの花が咲かないとやっぱり実が止まれないということになりますのであのその分収量は大幅に減じるということもありますし当然あの収,穫収穫時点での,その果実への品質の影響というのもあの大きく昨年度の場合は見られております。 ファンあるいは酸水氷結というスプリンクラーを使った方法もあるんですけれどもあのどうしてもやっぱりあのコストを要してしまったりとかあとは立地条件を選ぶといったようなあの普遍的に使える対策とはちょっと難しいところはあるかなと一般的に取れる対策としては難しいかなと思っております。じゃあそそのの中でできるることといえばあの塗装害が発生するその前後にです、ねあの 特殊な資材等を散布してかけてあげて植物体の耐冷性を上げてあるもしくは植物体そのものをコーティングして寒さに強くするといったような陽面散布資材が今いろいろ出ておりますのでそれらの資材の効果の検証というのを今うちの方では進めておりました それでは岩手県内でも先進的に糖尿害対策に取り組んである二戸地域の農業改良普及センターと地域の生産者である中里さんをご紹介いたします。 桃やブドウといった新しい果樹品目の栽培が可能になる可能性はあります。しかしリンゴやオトの開花前進による逃走害のリスク、またリンゴの着色不良やオトのウルミカの発生などのリスクの方が高いと考えております。近年3月高温傾向にあり逃走害のリスクが高まっています。昨年。 3月、記録的な高温によって当地域で栽培されているリンゴ・オウ応答の生育が平年よりも1週間以上早まりました。4月に入って複数回の構想がありましてめしべのかっやサビ化の発生など果実品質や収量へ大きな影響を与えています。その対策としてはリンゴ・ 暴走ファンの利用、あとは燃焼法の実施がされています。中里さんの園地では酸、えー、水凍結法が、えー、実施されています。<noise> 我が家では酸水凍結法を使っています。えっ、ー、とあちらのスプリンクラーから気温が2度以下になると水が出て 果実を守ってくれますこの園地には約50基のスプリンクラーを設置していますスプリンクラーから水が出て氷と水が同じ空間にあることでエネルギー交換が行われ気温が0度以下にならないという性質を利用していますえー、と我々農家は作ることは 頑張ります。なので、たくさん研究費を国ですとか県ですとかが使ってもらえればありがたいです。栽培することだけで時間が過ぎてしまうので、研究まではできないのが農家は現状です。なので、今のその温暖化に対応し適応したような品種ですとか。 技術とかをどんどん研究して、で我々農家もそれを使えるようなことを普及してもらえれば嬉しいです。そうすると農業ってこう、なんていうんですかね、農業も働く場所であるとか、みんなが取り組みやすいものであるっていうイメージも変わってくると思うので、 日本の胃袋をぜひ研究で育ててもらえればなと思っておりますまずあの農家は頑張るのでたくさんいっぱい研究して教えてくださいお願いします果物をたくさん食べてください一日 200g 以上食べると体にいいと国でも言っていますので。 たくさん食べてください我々農家は育てて終わりではなくて皆さんに食べていただいて初めて完結する仕事だと思っています男性込めてどの農家さんも作っていますのでぜひたくさん食べてもらえたらなと思っております 今までさまざまな現状、アドライはあの現在取り組んでいる状況等お話しさせていただきましたけれども、あのこれからますますその地球変動に関わるいろいろな、えー、課題等が発生してくると思いますで、その中で私たちはあのネガティブな話だけではなくてあの、この変動というのをポジティブな方向でも考えております。それはあの 農水省農研機構の方で出されたデータによりますとこれから果樹の産地は温暖化で移動してくるというふうな話があります例えばみかんの産地が北上またりんごの産地が北上といったような格好でどんどん産地が日本の中でも移動してくるその中でりんごはあのどんどんやっぱりあの南の地域が暖かいのを作れないので北に移動してきて北海道が敵地になるというふうな話に言われているんですが。 岩手県はギリギリあの敵地の範囲内に収まることにはなっていますとはいえあの温暖化の中でなかなか安定的にリンゴを作れるのも今後大変になってくるかもしれませんので、まあ、それに適合した技術開発そしてあの温暖化になったからこそ今まで作れなかった果樹っていうのは岩手県で作れる可能性もあるのかなというふうに思っておりますのであのそれらが岩手県で作れるかどうかというふうなその品種の 選択あるいは技術の開発を進めていきながらあの今後気象変動が激しくなる中でも本県が未果樹産地としてあの生き残れるようにですねいろいろな支援を続けてまいりたいというふうに思っております。